皆さん、こんにちは。今現在、ツイッターの方が、大きくエラーになっている模様です。このようなことがどうも朝から出ていった様子です。21年、4月17日の10時30分ぐらいからどうも出ているようです。私のツイッターは今現在大きくエラーになっている模様です。このように大きくエラーになっている模様ですね。すぐこうすると、エラーが発生しましたってなって、もう一度更新をするとするとまたエラーが発生しました、やり直してくださいってなります。で、ここでログインをしようと触るとまたエラーになります。また更新をします。またエラーになります。更新をします。またすぐログイン画面が閉じられます。で、またこっちにカーソルを近づけて何かをしようとするとこういう感じですぐエラーで閉じられます。この記事の URL を貼り付けておきます。Twitter 不具合、ツイートを読み込めません。ツイートを更新できない、ログインできない、アカウント連動できないなどの問題が増加中です。どうも大規模な障害のようです。私の方は本日の夕方からログ、強制ログアウトみたいな感じになって、いくらログインしてもログインできない状態になっております。以上です。